セットで TGE で交換した時の10%のはずなので、多分1万以上スウェットコインね、持っていたということで。はい、こんにちは、ハチンです。この動画では YouTube のコメント欄や私の LINE アットにいただいた質問やコメントに回答していきます。今日はですね、昨日のね、終値が145円ということで、ドル円ですね。はい、今までね、なんとか144点いくつでこらえていたのが、ついに145円を超えたということで、ね、円安、来てますね。ビットコイン相変わらずこの辺うろうろしてますけれども、もうちょっとね、もう一段下がるんじゃないかと私は期待しています。あとね、日経平均も2万6000円割ったら、ちょっとね、いろいろ株買おうかななんて思っています。皆さんはね、この辺どう考えてるか、よろしければコメントいただければと思います。そして今日のメニューですけれども、こちらの5つになりますね。まずはアセットウォレット、ステーキングの上限額についてお問い合わせありましたので回答していきたいと思います。2つ目、パイプフレアで G キャッシュ出金するという方、2日前ですかね、質問あって、回答の動画撮ったんですけれども、ちょっとね、違っていたようで、昨日またね、再質問ありましたので回答していきたいと思います。で、3つ目、キャリア柴犬のエアドロですね、またコメントがありました。で、4つ目、チートムネットワークの、ノードに関してのね、安定しないという質問がありましたので回答していきたいと思います。で、最後ね、いつものように FX の結果共有します。まずはこちらは私のラインアットの方ですね、質問いただきました。八野さん、こんにちは。いつもありがとうございます。スウェットコインのステーキングでご存知でしたらご教授いただきたいのですが、数日前からステーキング仕様にもできなくなってしまいました。何度やっても One Jar is in progress, try again later というエラーで弾かれてしまいます。画面を見るとすでに1000スウェットをステーキングしている状況なのですが、これが原因でしょうか？と言いますか、ステーキングって上限決まってましたでしょうか？HP やミディアム記事を調べたのですが、答えらしきものを見つけられませんで、もしご存知でしたらご教示いただけますと幸いです。よろしくお願い申し上げますと、いうことなんですけど、まずね、回答としては、ごめんなさい、わかりませんっていうのが回答で、で、多分、マックスなんじゃないのかなっていう気もしないでもないですし、でもね、ステーキングするっていうのは運営からしたらね、ウェルカムなので、ステーキングにマックスを設ける、上限を設けるっていうのはね、ちょっとなんか違うのかなと、思います。で、ね、この画面で、一番下にね、1000、1年間預けると、120のね、利息がもらえますよって書いてあるんですけども、これがマックスなんですかね。ちょっとごめんなさい、やっぱり私もわからないですね。ただですね、この方すごいですね。1000スウェットあるってことはね、TGE の時に、スウェットに交換してもらって、でね、出金したり、あとはこのステーキングしたりできるのはスウェットで TGE で交換した時の 10% のはずなので、で、1000、ね、ステーキングできるってことは、多分1万以上スウェットコイン、持っていたということで、で、多分ね、日本の方で1万も持ってる人ってほとんどいないんじゃないかって思います。みんなね、結構もう頑張ってる人でも5000くらいが上限じゃないですかね。私なんて2つ今ね、iPhone と Android で運用してるんですけども、どっちも1500とか2000くらいで、ね、なので TGE の時に、スウェットもらえて、ステーキングとか、ね、できる金額って200スウェットくらいしかできなかったので、もういきなり1000ってこの方、ものすごいね、貯めてたんですねっていうのが、推測できます。なので、多分ね、日本の方でこの上限超えて、ステーキングしようとしている人、ね、かなり少ないんじゃないかと思いますけれども、一応ですね、もしこの動画を見ていて、1000以上ステーキングしようと思ったけど、ステーキングできないという方ね、いらっしゃったら、同じようにね、コメントもしくは、ね、LINE アットの方に、
コメントをいただけたらと思います。多分ね、そう、1000をステーキングできる人が多分日本では稀な方じゃないかと思うので、もしかしたら答え集まんないかもしれないですけれども、はい、一応ね、あのこの動画見てる方でもしね、1000以上ステーキングしようとしてもできないっていう人がね、同じように私もできませんでしたよっていう方がいれば、ぜひねコメントしていただければと思います。はい、そして2つ目ですね、パイプフレアの D キャッシュの出金に関するご質問ね、2日前にいただいて一応回答したんですけども、ちょっとね回答内容が違っていったようで申し訳ありませんでした。で、詳しくねご質問いただいたので、あの手がかりになりました。はい、動画の3分30秒あたりで G キャッシュが3種類あり、一番上を選んでいますよね。それはバイナンスの G キャッシュ3番目とは別なんですかね。メタマスクでは BNB の G キャッシュしかなく、それではパイプフレアにアドレスが貼り付けられず受け取れないようです。一番上の G キャッシュですが、トラストウォレットの詳細を見ると、D チェインと表示があり解決できずですと、はい、いうことでありがとうございます。このね動画の3分30秒のところ見ました。でね、多分こんな感じで一番上のこの G キャッシュを選んで、でこのアドレスをパイプフレアに貼り付けてくださいと、はい、いうねお話をしていました。でこれがね G チェーンの G キャッシュということですね。だから G キャッシュ全部で3つのチェーンで扱われてますと、 G チェーンっていうのと、あと PEP2 と PEP20 ですね。はい、で、今回ね、あのこのご質問で分かったことは、まずパイプフレアはこの3つの中で一番上のね G チェーンの G キャッシュしかアドレス受け付けてませんよと。でこのね、例えば多分メタマスクの人だとね PEP20 しかないって言ってたので、メタマスクのG キャッシュのアドレスを貼り付けると、まあ、エラーっていうか多分セーブのボタンが出てこないって言ってる人は、まあ、そういう人たちだったのかなと。ね、メタマスクの PEP20 のアドレスを貼り付けるとセーブができないっていうことなんだと思います。なので、ね、あのパイプフレアで G キャッシュのアドレス入れてもセーブボタンが出ないっていう人は、ね、メタマスクではなくてやっぱりトラストウォレットのこの G チェーンの G キャッシュをのアドレスを使ってくださいということになりますかね。はい、で私もねちょっと忘れていたっていうか気づいてなかったんですけどもね、3つのチェーンがあるということで、やっぱりパイプフレアの扱ってる G キャッシュは G チェーンというものですね。はい、それを使わないと、出金できない、アドレスも貼り付けられないということです。はい、でですね、じゃあ、この G キャッシュをまあね、トラストウォレットの中ではスワップできないということなので、やっぱりですね暗号通貨取引所に送って交換するしかないのかなと思います。はい、でですね、一応私バイナンス持ってますので、バイナンスの方でね調べてみたところ、はいね、バイナンスの方に送る場合にバイナンスの入金のところを見るんですけども、 G キャッシュありまして、で G キャッシュ選ぶとやっぱりねネットワークの選択ということで3つこの中から選んでくださいって出てきましたので、でね、今回はね、こちらですね、PEP20 でもなくて、PEP2 でもなくて、G チェーンの G キャッシュということなので、ね、バイナンスに送る場合は、この真ん中の ZEC ですね、これを選んで送金していただければと思います。はい。なので、やり方としてはね、日本円に変えるまでの流れ書きましたけれども、まずトラストウォレットから G キャッシュをね、この辺のバイナンスとか、コインベース、クーコイン、ジェミニ、クラーケンとか、まあ、この辺の G キャッシュを扱っている暗号通貨取引所に送金しますと。で、この暗号通貨取引所の中で G キャッシュから、まあ、ビットコイン、イーサリアムとか、まあ、日本のね、暗号通貨取引所が扱っている暗号通貨に交換しますよと。で、そこからまたね、例えばバイナンスだったらバイナンスから、まあ、ビットフライヤーとかコインチェックとか、こういった日本の暗号通貨取引所にね、ビットコインかもしくはイーサリアムとか、そういう日本の取引所で扱ってる通貨で送金して、で日本の取引所で、まあ、日本円に変えると、はい、いう流れになります。はい、なので例えばね、今回は G キャッシュだったので、こう1回海外の取引所ね挟まなきゃいけないんですけれども、単純にねビットコインとかイーサリアムとかライトコインとか、そういった日本の暗号通貨取引所で直接扱ってるものはね、直接日本の暗号通貨取引所に送って日本円に交換できますので、
ね、日本の暗号通貨取引所で扱ってない暗号通貨の場合は一段こうやってね間に、はい、海外の取引所を挟まないといけないので、はい、この流れで日本円に変えていただければと思います。はい、そして、3つ目がキャリア柴犬ですね。ハジノ様、キャリア柴犬 NFT の件ご回答ありがとうございます。皆さんも同じならオーラキャットの二の舞にならないように期待して気長に待つしかないですねと。はい、ということで私もね今朝チェックしてみましたけどまだ届いてません。はい、なんとなくね届かないんじゃないかっていう気がしていないでもないんですけれどもね、オーラキャットの二の舞になりそうな気がしていて、はい、まあね、あんまりそうですね、ちょっと、最近ストリームコインに対する熱もちょっとね私もかなり冷めてきたっていうかね、冷え込んできましたね。こんな感じの対応ばっかりなので、はい、なのでね、そろそろねストリーミングプラットフォームも出来上がる頃なんじゃないですかね。なんかその辺のニュースが全然出てこなくて、相変わらず NFT でね盛り上がってるみたいなのでね、ちょっと本職の方をね頑張っていただきたいなと思うところであります。はい、はい、そしてこちらが最後の質問ですけれども、チートムーンの質問へのコメントありがとうございます。パイノードがうまくいかなく友達に見てもらうと言っていたのは確かに私なんです。よく覚えてくれてたんですね。彼が間違えてチートムーンのデスクトップのアプリを削除してしまったんですが、完全に消えてなくてお気に入りに残っていたアプリから継続しています。よく止まるのはその辺の問題でしょうかということなので、まずチートムーンね、あのウェブアプリなので、何ですかね、まあ消してもっていうかお気に入りに残っていれば、要は URL さえ分かれば、はい、あの別にあの削除しても、はい、もう一回 URL を入れればつながります。はい、でよく止まるのはその辺の問題でしょうかっていうことなんですけど、この辺は全然問題ではなくて、単にね URL をもう一回入れれば、はい、いつでもつなげられますので、ここは全然問題ではなくて、じゃあね、なんで止まるのというところなんですけれども、ちょっとねやっぱり直接ねあなたのパソコンを見ていないので、あの的を得ている答えになってるかわからないんですけれども、まあ、推測レベルで考えられるのはこういったことですと。はい。ね。ウェブマイニングアプリの稼働についてなんですけれども、まずね、Wi-Fi 使ってませんよねというところですね。はい。Wi-Fi だとやっぱり電波なので、ね、なんかのきっかけで切れたり、ね、不安定になったりするので、できれば、ね、有線、線をつないで、有線でやってくださいと。はい。であと当然ですけれども、スクリーンセーバーとかをかけてると、そのスクリーンセーバーのタイミングで、まあ、止まっちゃいますので、スクリーンセーバーはオフですね。だから画面はだからもう表示しっぱなしで、まあね、電気がもったいないっていう人は、画面そのものの電源をオフするとか、まあ、ノートパソコンだったらねバックライトをオフするとかね、あの画面そのものを何ですかね切らないように、表示は切らないで、画面の電源だけオフするとかね、わかりますかね言ってること。はい。ね、なので、はい。スクリーンセーバーとかは絶対にかけないようにね、してください。あとですね、何ですかね、パソコンが省電モードに入るときがあると思うんですよ。1時間とかほっといたら、ね。まあ、そういう省電設定をしてる人はちゃんとね、省電解除して、もう24時間、立ち上がりっぱなし、ね、パソコンがスリープにならないように、はい。この辺はだから、最低限やっていただいて、で、これでもちょっと止まるっていうことになると、原因は他にあるのかなと思いますので、まあ、例えば、ちょっとわかんないですけれども、パソコンの中になんかウイルスがあって、定期的にね、なんか通信していたりとかすると、まあ、動作が不安定だったりするのかなっていう可能性もゼロではないので、はい。ちょっとまあ、脅かすようで申し訳ないんですけども、まあね、変なウイルスとか入ってないかとか、ね、一回チェックしていただいてもいいのかなと思います。それ以外だと、そうですね、やっぱりこの辺ですかね、Wi-Fi もしかしたら使ってるんじゃないかっていうね、推測をしていますけれども、はい、ちょっとね、この辺もチェックしていただけたらと思います。はい、そして、最後ですね、昨日の FX の結果ですけれども、昨日も一応プラスになりましたということで、プラスが1103で
で、マイナスが658ということで、トータルで445の、利益と、はい、いうことで、着々とね、はい、利益を上げて、まあね、先日、1万くらい負けてますので、はい、まだね、元本割れ状態なんですけれども、はい、あと、このペースだとね、あと2週間くらいで、とりあえず元本回復しそうなので、はい、引き続きね、共有していきたいと思います。はい、ということでね、いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。質問などはね、コメント欄の方にお願いします。で、テキストだけではね、やっぱり回答が伝わりにくいかなといった場合は、まあ、動画で解説していきたいと思いますけれども、まあ、テキストだけでね、回答できるものはちょっと動画にしませんので、その辺はね、ご了承ください。で、今回の動画がね、良かったよ、役に立ったよ、ためになったよという方はね、いいねボタンを押していただければと思います。またですね、情報を見逃さないようにするためにも、ぜひチャンネル登録ボタンも押しておいていただけたら嬉しいです。